低学歴のバカは黙って俺の言うことに従ってればいいんだよ。東京大学を卒業したエリートで現在弁護士をしている夫は私を見下しモラハラするようになった。あんなに優しかった夫がもう限界。そんな時、夫へ報復するための大きなチャンスが巡ってきたのだ。私の名前は佐々木凛。日本人の父と中国人の間に生まれたハーフだ。私が10歳の頃に父は仕事の関係で日本に単身赴任。私は中国で母と母方の祖父母に育てられていた。母は父についていきたかったようだが、祖父母もいたので家族全員で日本に住むのは難しく断念したようだ。そんな私が高校生になった頃、一時帰国した父が、お父さんも60近くになったから一人暮らしは大変だよと言ったのを聞いて、私は日本に行くことを決意した。幸い家の手伝いはしていた方なので家事は一通りできる。きっと父の役に立てるだろう、そう思ったのだ。母も父のことが心配だったようで私の決断を応援してくれた。日本に行ってからは父と暮らし、家事を手伝いながらデータ入力のバイトをしていた。父は、日本の大学でも行ったらどうだと言ってくれたが、友達に紹介されたバイトが楽しかったのもあり断った。バイト内容は日本語で送られてきたデータを中国語に直すという簡単なものだった。依頼先の会社は友人の母親のもので、中国では少し有名な会社だったので、一般的なデータ入力のバイトよりも少しだけ報酬がいい。家事の合間にできて報酬もいいこの仕事を私はとても気に入っていたが、一つだけ問題があった。それは日本の友人が一人もできないことだ。買い物もネットで済ませる私はほとんど家から出ないし、勤めているわけでもないので知り合う機会がないのだ。とはいえこのご時世、中国にいる友人とも気軽に電話できるので、私は寂しさを一切感じていなかったのだが、父は違った。友人ができないこともそうだが、恋人ができないことが気になったようで、私が日本に来てちょうど10年経った28歳の時、父に、凛に紹介したい人がいるんだと言われた。そこで出会ったのが篤人。彼は弁護士で、父と同じ大手事務所に勤めているエリートだ。物腰も柔らかく仕事もできるいい人というのが父の評価で、彼も32歳だし、そろそろ結婚相手を探してもいいと思うんだと、父が私とのお見合いをセッティングしたらしい。実際に会った篤人は父の言う通り、優しくいい人そうに感じた。東京大学出身だということを自慢しているように話すところが若干気になりはしたが、適度な距離感で話してくれるところは好感が持てた。もともと恋愛や結婚に興味のない私はベタベタする人が苦手だったのだ。父を安心させるため、私は彼との結婚に承諾。彼も私の何を気に入ったのかは知らないが承諾してくれたので、私たちは夫婦になった。結婚式は彼の希望でかなり大規模な会場で行った。日本で行ったこともあり、私はそんなに招待客がいなかったが、彼は多くの人を招待。どうやら彼は見栄を気にするらしい。新居も父の住まいの近くという私の希望を聞いてくれたが、その地域で一番高いマンションの部屋を借りることになった。私はもう少し家賃が安いところを提案したが、俺が出しますから、と今のマンションを押され、そこに決まった。新居に移っても私は今まで通り父の家事手伝いを続けた。家の家事をして、夫を送り出してから父の家に行き家事をする。帰宅してからは夕飯を作り、隙間時間に仕事をする。そんな日々を送っていた。夫との関係も良好だったと思う。普通の新婚家庭のようにイチャイチャしたりデートしたりすることはなかったが、食事は一緒にとったし、会話もある程度あったと言っても、会話の内容はほとんど夫の自慢話だったが、私は話すのが得意な方ではなかったので、むしろ助かっていたくらいだ。そんな夫との生活が変わったのは、父の引退がきっかけだった。私たちの結婚から3年、75歳になった父は惜しまれつつも弁護士を引退。母の待つ中国へ帰ることになった。私も中国へ帰ろうかと思ったが夫がいたし、今の仕事も気に入っていたので辞めた。篤人のことを愛してはいなかったが、人としては好きだったし、お互いに相手を尊重し、いい関係を築けていると私は思っていたが、それは大きな間違いだった。父が帰国してから夫の態度は激変。私の一挙一動に文句を言うようになった。
例えば食事。おい、この夕食は何だ？お前は主婦を辞めたのか？食卓に並ぶ焼き魚、肉じゃが、ご飯、お味噌汁を見て言う夫。どういう意味？手抜きって言いたいの？ああ、そうだよ。高卒のお前にはしっかり言わないとわからないか？肉じゃがは昨日も食べたし、味噌汁は今朝の。お前は魚を焼いただけ。どう見ても手抜きじゃないか。と、今まで何も言わなかったのに突然ケチをつけ出した。食事の他にも掃除や洗濯、風呂に至るまで文句を言い出したのだ。突然こんなに態度が変わるなんておかしい。そう思った私はとある可能性に気づいた。それはもしかすると夫にとって私は父の娘でしかなかったかもしれないというものだ。事務所の先輩である父の娘だし、弁護士会である程度力のあった父の娘だから結婚した。ステータスとしてしか見ていなかったのだ。だから父が引退し帰国、弁護士会での権力がなくなった途端、私に価値を感じなくなったのかもしれない。そう考えると納得がいった。ただ確実にそうだとは言えないので、毎日のように私にケチをつける夫に何とか耐えていたが、ある日我慢の限界が来た。その日は珍しく仕事でトラブルが発生、入力したはずのデータが消えてしまい、入力し直しになってしまった。こちらのミスではなく、依頼した会社のミスだが、急いでデータを作り直す必要がある。こうなっては隙間時間に対応するわけにはいかない。夫が出て行ってから帰ってくるギリギリまでパソコンと睨み合い、何とか時間内にできた、そんな日だった。もちろん家事は全く手をつけていない。仕事を終え、何とか夕食のパスタを作るので精一杯だった。掃除は終わっていないし、洗濯物も溜まっている。そんな家の状態に夫がケチをつけないわけがなかった。お前は今日何をしてたんだ？何一つ家事が終わってないじゃないか。ごめんなさい。今日は仕事でちょっとトラブルがあって、その対応に追われていたの。仕事だ？ふざけたこと言うなよ。お前みたいな高卒女のする仕事なんて大したことないだろ。そう言って小馬鹿にするように笑う夫。私にとっては大事な仕事よ。家のことをおろそかにしたのは謝るけれど、仕事を馬鹿にしないで。そう訴えると夫は激高した。お前にとって大事な仕事でも、世の中的にはカスみたいなもんなんだよ。低能なお前の仕事よりも、高学歴で弁護士の俺の仕事の方がはるかに価値があるんだ。だからお前は仕事をするよりも、俺を怒らせずに快適に仕事できる環境を整える方がよっぽど社会の役に立つんだよ。分かったらとっとと片付けろ。一方的に怒鳴って部屋へ行ってしまった夫。私は悔しさで涙が溢れた。確かに稼ぎとしては夫の方が多い。それに夫は私の仕事の内容も聞かず、高速だからろくな仕事じゃないと決めつけている。それでも私にとっては大事な仕事だ。中国を出てから在宅で一生懸命やってきた仕事なのだ。悔しかった。勤めている会社だってここ10年でかなり大きくなり、中国ではかなり有名だ。日本でだって最近は知名度が上がってきている。それを私の仕事の話なんて聞いたこともない夫がバカにしている。本当に悔しかった。家事にケチをつけられることは耐えられたが、仕事をバカにされるのは許せなかったのだ。離婚したい。この日から私はそう思うようになった。毎日のようにケチをつけたり、バカにしたり、文句を言う夫に嫌気がさしたのだ。しかし仕事や低学歴をバカにされるだけで離婚するのは難しいだろう。彼は弁護士、法律のプロだ。それに何より家やプライドを大事にする夫だ。大々的に結婚した嫁との離婚、しかも相手からなんて夫が一番嫌がるシナリオだ。離婚といっても素直に受け入れるわけがない。どうしたものか、そうずっと悩んでいた。そんな生活を続けて半年が経った頃、とあるチャンスが舞い込んできた。その頃の夫は少しだけ機嫌が良かった。何でも新しい仕事が決まりそうらしい。それが仕事量の割に報酬が良く、かなりいい仕事だそうだ。元は先輩が顧問弁護士をしていたところだが、額のない中国人が経営してる会社だからちょろい仕事なんだ。と夫が言っていた。父が引退したことで私の前で猫をかぶる必要がなくなった夫は、家で仕事先の愚痴も言うようになった。特に今回は相手先が額のない中国人ということで、私への嫌味も込めて言っているのだろう。
たとえ機嫌がいいとしても私への文句をつけることは忘れなかった。ある日、夫はとても上機嫌で帰宅した。珍しく外で飲んできたようでほろ酔い状態。例の仕事が決まったようで、聞いてもないのに夫は機嫌良さそうに話した。あの仕事決まったんだよ、中国人の会社の顧問弁護士の話。そういう夫に私はおとなしく相槌を打っていたが、夫が会社の名前を言った瞬間に固まってしまった。夫が顧問弁護士になったのは私が勤める会社だったのだ。ずっとテレワークをしていた私は中国を出て以来一度も本社に行ってないので知らなかったが、どうやら夫の勤める事務所に顧問弁護士を依頼していたようだ。そんなことを知らない夫は会社をバカにし始めた。年商50億の会社だかなんだか知らないけど、社長が女だろ。しかも18で結婚した元専業主婦。そんな奴がまともに経営できるわけないよな。もともと夫の仕事相手への態度は思うところあったが、言ったところで無駄だろうと黙っていたが、今回ばかりは放っておくわけにはいかなかった。一応夫の本性を社長に伝えるため、スマホで録音を開始してから私は夫に反論した。自分が勤める会社だということは隠して。そんなことないわ。その会社は私でも聞いたことがある有名なところよ。社長だって素晴らしい人だって、中国ではテレビにでも出る有名人なんだから。そう言うと夫は私を小馬鹿にしたように笑った。お前なんかに何がわかるんだ。これだから低能な女は困る。テレビに出てるからっていい社長とは限らないんだよ。どうせ金払ってメディア戦略してんだろ。それをすごい売れてるって勘違いするバカがいるんだよな。そうやって私をバカにするのはいいわ。でも何も知らない社長や仕事相手のことをバカにするのはやめたら？勝手なことを言うなよ。何も知らずにバカにしてるわけじゃない。さっきも言ったろ、ろくに学校も出てない元専業主婦の女が起こした会社だって。甘いんだよその社長は。先輩に関わって案件を手伝ったことはあるけど、だいたいクレームなのには戦わず賠償金を払うだけ。訴えに負けてもこちらへのお咎めはなし。俺からすれば簡単でいい仕事だけど、会社としては終わりだろ。手抜いて仕事したって咎められないんだから真面目にやるわけない。それすら見抜けないバカなんだよ。私がその会社の社員で録音しているとも知らずにベラベラと語る夫。そんな夫に尊敬する社長で友人の母でもある彼女をバカにされ、私は頭に来ていた。どうして真面目に仕事をしないの？相手はあなたたち弁護士を信頼しているのよ。だからバカなんだよ。俺があの会社の顧問を受けたのは割がいいからだ。本来あんな低能会社の顧問なんて俺のようなエリートがやる仕事じゃないんだよ。俺にはな、他に大事な仕事があるんだ。もっと有能な方たちが経営してる会社を守ったりする大事な仕事がな。そっちをやる方がよほど世の中のためになる。総持論を偉そうに展開する夫。だったら降りればいいじゃない。会社だってあなたみたいにバカにしてる人に顧問弁護士なんてしてほしくないわ。お前みたいなバカが俺の仕事に口を出すな。夫の怒鳴り声に絶句する私。いつも言ってるだろ、お前の役割は俺に気持ちよく仕事をさせることだ。能がないんだから低学歴は俺に従ってればいいんだよ。夫のあまりの言いように私は彼を強く睨んだ。なんだその目は。何か文句があるのか？ん？俺に文句があるなら即離婚だぞ。離婚、いいのか？俺と別れたら、もともと中国籍のお前は日本にいられないぞ。そう言ってにやりと笑う夫。夫はこういうことで私が頭を下げると思ったのだろう。しかしこれは私にとって大チャンスだった。いいわ、離婚しましょう。そう言って私は前々から用意していた記入済みの離婚届を棚から出し、夫に突きつけた。なんだよこれ。あなたの態度にはずっと限界だったの。あなたから離婚したいって言ってくれてよかったわ。有能なあなたですもの。いつも先を考えてお話ししているでしょ。二言なんてないわよね。夫は悔しそうな顔をした後、いいんだな。俺の稼ぎがなくなればお前なんて生きていけないんだからな。と私の稼ぎを知らない夫は言った。結婚当初から何度も自分の収入や勤め先の話はしたが、凛の少ない稼ぎに頼るつもりはない。
君は家のことをしてくれれば俺が食べさせてやる。と夫は聞く耳を持たなかったのだ。私は一人でもやっていけるわ。中国に帰ったっていいし、永住権や労働ビザを取ってもいい。だからさっさと離婚届書いて。私がそう言うと少し戸惑った後、夫は離婚届に記入し判を押した。ちゃんと書かれていることを確認した後、財産分与はいらないわ。あなたはあなたの貯金を持って行って、私は私の貯金を持っていく。お互い通帳はそのまま、それでいい?と確認した。夫はまた小馬鹿にするように笑った。これだからお前は馬鹿なんだよ。俺の貯金とお前の貯金が同等の価値なわけないだろう。まあせっかくの提案だ。俺は俺の貯金をそのまま使わせてもらう。お前も二言はないよな。ええ、ないわ。だって。私は一呼吸置いてから夫に全てを明かした。私はあなたが馬鹿にしたあの会社に勤めているんですもの。あなたなんかよりも貯金があるわ。馬鹿なのはあなたよ。学歴にこだわるあまり私の勤め先を下に見て聞きもしない。馬鹿な私はろくな会社に勤めてない、そう思ったんでしょ。お会いにくさま。社長が知り合いだから低学歴の馬鹿でも勤められてるし、いい報酬ももらってるの。一息でそう言い切った私に夫は絶句しているようだった。そして少し間を置いてから、社長と知り合い?そう聞いてきたのだ。ええ、社長は友人の母なの。会ったことも食事をしたこともあるわよ。だからもちろん娘の友人としても一社員としても報告するでしょうね。顧問弁護士が社長のことを何て言ってたか、どんな仕事態度だったかどうかをね。私がそう言うと夫は悔しかったのか、嘘をつくなよ。お前みたいな何の才能もないやつが社長と知り合いなんてそんなわけないだろ、と言った。そんな夫に腹が立ったので、私は社長の連絡先の入ったスマホを夫に突きつけた。この番号、顧問弁護士様のあなたなら誰の番号かわかるわよね。私の言葉に夫は焦った表情で自分のスマホを確認し、番号を照らし合わせた夫は謝罪を始めた。頼む、どうかそれだけは言わないでくれ。真面目に仕事をする。お前をバカにしたことも謝るから。夫のそんな表情を見るのは愉快だった。そう言われても聞いてしまったものは無理ね。あなたが真剣に仕事をするというのも信じられないし。頼む、今あそこの契約を切られたら困る。契約金が入ってこないと俺は。あら、契約金を見越して何か買ったの？虎ヌタヌキの革残業、それくらい知っているでしょ。有能で高学歴のあなたがそんなことするわけないわよね。そう言うと夫は悔しそうに顔を歪め、車を買ってしまった、高級車だ、だから頼む、このことだけは、と土下座をした。本当に愉快だったが許すつもりはなかった。どう?低学歴だ低能だってバカにしてた妻に土下座する気分は、人を学歴でしか判断しないからこういうことになるのよ。そう言って土下座を続ける夫を無視し、離婚届を持って私は家を出た。荷物などは家に残したままだったが、後日夫が仕事の間に取りに行こう、そう思って置いてきた。家を出たその足で役所へ行き、離婚届を提出。やっと夫と別れられる、そう思うとすっきりした。翌日、夫が仕事に行ったのを見計らい、私は家に帰った。必要なものだけを段ボールに詰め、ひとまずレンタル倉庫に預け、私は一度中国に帰国した。社長に会うためだ。昨夜のうちにアポは取ってあるので、あとは会ってあの録音を聞かせるだけ。音声を聞いた社長は顔をしかめ、すぐに元夫を首にすると言った。そして私に、教えてくれて本当にありがとう。うちがあんな扱いを受けているなんて知らなかったわ。と笑った。それから一週間後、元夫と契約を解除したと社長から連絡が来た。実家に戻り、少しゆっくりしていた私はその話を聞いて最後の仕上げ。例の録音を夫の会社に送りつけた。これが夫が顧問弁護士を解除された理由です。というメッセージと佐々木凛という私の名前を添えて。あれから1ヶ月、私の計画通り、弁護士事務所を解雇された夫は現在借金まみれらしい。父の知り合いの弁護士曰く、
顧問弁護士の契約金を見越して自慢のために超高級車を買った夫。契約金をもらうどころか事務所をクビになった夫はそれをすべて手放すべきだが、プライドがそれを許さないらしい。現在は小さな弁護士事務所に勤めているそうだが、その給料を全額ローン返済に充て、自分の生活は深夜に工事のバイトをすることで何度か賄っているらしい。一方私は中国でバリバリ働いている。実は社長に夫の本性をバラしに行った際、凛ちゃんはこれからどうするの？もしよかったら中国に戻ってうちで働かない？ちょうど本社の事務を取り仕切ってくれる人を探していたの。凛ちゃんならバッチリだわ、とスカウトを受けていたのだ。社長の会社で働けば家族も友人もいる中国に残ることができる。願ってもない話に、私はその場で社長の手を取りお願いした。ということで現在私は本社の事務として働いている。元夫が散々バカにした会社だが、本社で正社員、しかも部長の肩書きを与えられた私は、彼が受け取っていた給料の倍近いお給料をもらっている。そして中国に帰ってからは私生活も順調だ。家族と仲良く暮らせているのもあるが、高校時代の同窓会をきっかけにとある男性と出会った。彼とは学生時代も仲が良かったが、私の結婚を機に疎遠になっていたのだ。そんな彼とは友達以上恋人未満といった関係を今は楽しんでいる。元夫との生活は結婚というよりは契約や義務という感じだったので、もし彼と付き合ったり結婚できたら新婚生活という甘々なものを楽しんでみたいと夢見ている。